本日は長々とお疲れ様でございます。本日の最後のですね、あれになります。あれってなんだ。この、これ、まあ、さっきからずっと案内が合ってるみたいでですね、これ DBCS のウェブサイトなんですけど、ちょっとなんかこう、ちょうど1年前ぐらいにですね、DBCLS はもっとモダンでかっこいいウェブサイトであるべきだみたいなデータ、ウェブサイト改革委員会みたいなのが立ち上がりましてですね、立ち上がったっていうか僕と小野さんがですね、そのホームページ委員長と僕副委員長なんですけれども、こういうかっこいい、なんかそれっぽいのを作ったらいいんじゃないみたいな感じでこうやってます。で、かっこいい割にその情報が見やすいかどうかっていうのはまた別の話で、なんかここにこういろいろイベントのことだったりとかですね、サービスのあれだったりこういろいろやってまして、で、まあ今日いろんな話がありましたけど、ここで話した以外にも結構いろんなことを DBCS ではプロジェクトが回ってまして、こういうなんかもうちょっとこう情報系っぽい話とかもあったり、論文の探し方とかそういうのもあるんで、よかったら見てください。それで、ウェブサイトが分かりにくかったら容赦なく僕らに文句を言っていただければいいかなと思います。で、今日最後です。なんかすごい長丁場だったんで全部出てる方はすごいお疲れ様かと思うんですが、まあ、あまり無駄話してる時間もないんですけども、ギャラクシーによる NGS 解析ということです。ここにリンクが貼ってます。で、このリンクを飛ぶとですね、こういうページに行くかと思います。これぐらいで多分見えるのかな。ギャラクシーによる NGS 解析ということですね。で、さっきちょっと中里の方からありました話でですね、NGS 使ってる人を解析してる人っていうような話をされて、意外とこうそんなにデータの解析してる方ばかりではないという感じだったので、まあなんかそんな感じなのかなという感じで、ぐらいの、つもりで話しさせていただこうかなと思うんですが、これタイトルが NGS 解析ってなってるんですが、実はですね、これ、これ去年じゃない、2013年の分子生物学会の時に、こういうなんか次世代シーケンサーによる研究のこれまでのとこれからっていう発表をしまして、これスライドなんですけれども、いきなりもうデータ解析が大変な時代はもう終わったとか言っちゃっててですね、2013年にもう終わったとか言ってるのに、まだなんか解析の話とかをしていて、自分でなんか何やってんだっていう感じなんですが、まあ、そこでそのデータの解析はもう終わったっていうのは、さっきのスライド長いので、ご紹介しませんけれども、何をもって終わったかっていうと、そんなに難しいと言われてる割に簡単だよっていうような話をしたんですね。で、そのデータの解析は、その例えば今はスパコン、遺伝系のスパコンがあったり、こういう分かりやすいソフトウェアが出てきたのでどんどん簡単になっているけれども、まあ、解析だけではどうしようもない、そのサンプリングのところだったりシーケンスをする前のサンプルを用意するところが一番大事だよっていうような話をするときに、ああいうちょっとこう煽っていくようなタイトルをつけたんですが、ということでですね、まあ、だから今日お話しするのは、まあ、ギャラクシーっていうソフトウェアを使って NGS のデータの解析をどういうふうにやっていくかっていう話をするんですけども、まあ、そんなに全然難しくないので、ポチポチクリックしてればデータ解析できるし、これ、なんて言うんでしょう、こうデータ解析できますって言い張って、こうバイオインフォマティシャン募集の、ポスドクとかに応募しちゃって全然いいと思うんで、それで何か文句言われたらあいつが言ってたっていうふうに言ってください。ということで、無駄話はこれぐらいにしてですね、始めます。まあ、今回の講習では、まあ、新型 DNA シーケンス、最近次世代って言ってても、次世代っていつだよ、今だよみたいなことを言われて、言わないので、新型 DNA シーケンサーとかも言われるんですけど、まあ、ここから出てきたデータを解析するために必要な知識と、あとはまあ、まあ、オープンソースで公開されている、まあ、要は、基本的にはフリーで使える、データ解析システムであるこの Galaxy というものを利用した、解析の手順を学びます。で、今まではですね、 DBCLS それぞれのメンバーが自分が開発したものを、紹介してたんですけど、残念ながらこれは僕が作ったものではなくてですね、まあ、後で紹介しますけど、ジョンズ・ホプキンス大学の Galaxy のチームが中心になって、作っている、ソフトウェアになります。で、いきなりこうデータの解析の話をですね、始めると、もしかしたら基本的なこう用語とかではですね、分からないことがあるといけないかなと思って、ここにデータについてとかこうどういうことをするかっていうような基本的な話を、ちょっと始めます。で、この資料なんですけど、下ずっと見ていただくと分かるんですけど、こういっぱいウェブのこういう画面をですね、スクリーンショットでいっぱい撮って、こういうふうに
進めていくといいよっていうようなのをいっぱいやってるので、もしこうもうこんな簡単なの分かるわいっていう方は、先に自分でどんどん進めちゃってもらっても大丈夫です。ということで、まずはかなり基本的なところからいくんですが、まずデータについてですね。で、まあ、シーケンサーから出てくるデータっていうのが、あの大量にデータが出てくるとか、なんか自分、Excel で開けないとか、いろいろこうよく言われるんですけれども、その処理の、ステップの途中において、どういうデータのフォーマットになるかっていうのが違うので、いくつか、データのフォーマットの種類があります。で、いくつかっていうのは結構多いんですけど、この UCSC のですね、バイオマティクスっていうところに行くと、この、フリクエンディアスクドクエスチョンズ、FAQ にデータファイルフォーマットっていうのがあって、こんなにいっぱいあるんですね。で、まあもちろんその全部のフォーマットを覚えて、その意味を理解しておかなきゃいけないかっていうと、そういうわけではないんですけれども、まあ、この辺なんか僕が調べた形跡がちょっとリンクの後で残ってますけど、まあ、困ったら大体こういうドキュメントがあって、それもそんなに難しくはなくて、こうやって何番から何番はこうだよとかってちゃんと説明が簡単に書いてあるので、こういうところを見ていただくというのがいいのかなと。で、分からなくなったら基本的には検索すれば大体出てくると思うので、まあ、どうしたらいいか分からないって、こう1時間悩むよりとりあえず Google 先生に聞いてみるとか、するのがいいんじゃないかなと思います。で、今日は、4つ、だけご説明します。で、1つ目はファスト Q、2つ目はファスター、サム、VCF って、呼んでますけれども、まあ、大体この辺ぐらいは皆さんご存知かなと思います。なので、そんなにしっかりは説明しませんが、まず1つ目はですね、ファスト Q フォーマット。これは、まあ、いわゆるファスナにクオリティがくっついたからファスト Q っていうものなんですけれども、まあ、メモ帳で開けるんですが、開けるんですが、まあ、Excel とか、まあ、なんかそういうので開くと、こうデータが例えば何十ギガとか 何百ギガバイトとかになった時に、壊れちゃうので、あまりおすすめはしておりません。で、これは4行で、1つの、シーケンサーから出てくる塩基配列の情報を、書いていて、で1行目このアットなんちゃらがリード ID、 2行目が塩基配列、3行目がコメント、4行目がクオリティスコア。これは、さっきの、SRA の、中津さんの話の中でも、出てきましたけど、まあ、こういうようなフォーマットのデータが、まずは、厳密に言うと違うんですけど、まあ、一番最初 の、 そのデータを触るときのスタートになるようなものです。で、この4行目のクオリティスコアっていうところにもうちょっと触れますと、これはどういうものかっていうと、まあ、基本的にはフレッドクオリティスコアで、記述されていて、この1文字、ここだと例えば CCCFFFHHH って書いてあるんですけども、これが、数字を表してるんですね。で、この数字がどういうものかっていうと、10だと、エラーの確率が10分の1。で、これが20、30、40となると、エラーの確率が1万分の1で、精度 99.99% っていうような感じになります。なので、まあ、スコアが高ければ高いほど、そのエラーの確率、確率が低いよということなので、例えば、その、あまりにもこう低い、精度で読まれた、この1塩基ごとにクオリティがつくので、例えば後ろの方が全部、精度が低いとか 10より下回ってるとかいうことがよくあるんですが、その時は後ろをじゃあバッサリ切ってしまいましょうと、切ってから使いましょうとか、そういうようなことをよくやります。で、次がですね、ファスタフォーマットっていうフォーマットで、まあ、これはもう皆さんブラスターとかやるときによく使いますのでご存知かと思いますので、今更というところもあるんですが、まあ、1行目にコメントがあって、2行目から塩基配列があってという、いわゆるこう普通にアミノ酸の配列だったり、まあ、DNA の塩基配列だったりとかを記述するために一番一般的なフォーマットですが、これも、シーケンサーから、次世代シーケンサー、まあ、新型シーケンサーから出てきたデータを、アセンブルしたりした後によく使いますね。で、その次、今日、ちょっとよく使うデータなんですが、これが、サムフォーマット、まあ、もしくはこのサムフォーマットっていうのがそのプレーンテキストなんですけども、バムっていうのが、これがバイナリー形式になったファイルですが、これが、まあ、ここに長々と書いてますが、新型シーケンサーから出てきたデータは短いので、それをゲノムの元のゲノムの DNA のところ、どの領域から出てきたかっていうようなところを調べるために、マッピング、まあ、リファレンスマッピングって言いますけれども、そういうことをします。
で、その結果、そのマッピングをするツールから出てくる結果がサムバムフォーマットっていうふうになります。でこの辺はまあ後でデータを扱っていくので、それを扱っているうちにだんだん分かってくるんじゃないかなと思います。でその後の、この VCF フォーマットっていうのがバリアントコールフォーマットといって、ゲノム上の塩基配列の時計の位置や、まあ、その ID とか精度っていうのを記述するためのフォーマットになります。でこれも後で例が出てきます。大体こういう4つぐらい、今日は FAST 扱わないか、FASTQ の、この形式のデータとこの SAM の形式のデータとこの VCF もあんまり触らないから、この SAM と FASTQ を主に使います。でというような感じの、まあ、フォーマットがあるなと、なんかざっくりとこう今は、思っていただければいいんですけれども、ここでじゃあそのデータの、解析というか、まあ、処理というかそういうところに入っていく前に、この資料ではですね、あえてそのデータ処理とデータ解析っていうあのフェーズをはっきり分けてあの言葉を使っていて、というのはあのまあ新型シーケンサーのデータを出てきたものをそのデータの処理をするときには、そのプロセスが終わった後にそのバイオロジカルなデ、意味が分かるものと、単純にそのフォーマットを変換したりとか、するっていうだけのフェーズっていうのがあります。であのデータを変換するだけのフェーズだから、その処理が、それが終わっても、バイオロジカルにはまだ何も分かんないっていうようなことをデータ処理というふうに呼んでいて、そのデータ処理が終わった後にその、バイオロジカルのデータを見つけ出すためのステップのことをまとめてデータ解析っていうふうに呼んでいます。でそのデータ処理ですけれども、これが一番その新型シーケンサーで、解析をするときに一番難しいと思われている原因で、本当はそんなことはないんですけれども、このデータの処理の部分ですね。でこれが大きく2つに分けて、さっきからちょこちょこ出ているマッピングっていう、処理とこのアセンブルっていうこの2つ大きく分けて処理があります。でこれはそれぞれどういうことかというと、まあ、もうご存知の方もいるかと思うんですが、新型シーケンサーから出てきたリードの、先ほども言ったそのリファレンスのゲノムのどの領域から出てきたかっていう部分を調べるためにこうマップしていく、リファレンスに短いリードをマップしていくっていう作業がマッピングって言われていて、でリファレンスがない、例えばその非モデル生物だったり、その短いリードをこうペタ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 のりしろで貼り合わせて伸ばしていって新しくゲノムを決めるっていう時にやる処理がアセンブルですね。でよく言われるそのデータの解析が難しいっていうのは何かっていうと、この2つの処理をするのに、まあ3、4年前5年前ぐらいまでは、あまりいいそのソフトウェア、その、なんて言うんでしょう、クリックだけでできるソフトウェアがなかったとか、ツールによってこう結果がちょっと変わっているとか、まあ、それは今でもあるんですけれども、そういうような状況があったので、やっぱりいろんなツールをこう組み合わせて、しかもその自分でそのツールをコンパイルして、使うとかいうような必要があったので、例えばまあそのクリックだけでできますよというふうには言える状況ではなかった。それに加えて、データが大きくなるとやっぱりこういう例えばちっちゃい MacBook とか、その辺に置いてあるちっちゃいマシンでは全然計算機の能力が足りないので、ここが一番その難しいと言われていました。ただ、まあ、その先ほど3、4年前とか言ってましたけれども、現状ではですね、まあ、DDBJ の方で DDBJ パイプラインという大変良いものがありますので、よほどこのステップにこだわるのでなければ、これまでにこういわゆるこう鉄板と言われるようなですね、一般的によく使われているツールが DDBJ のパイプラインになりますので、このデータ処理の部分は DDBJ パイプラインでやってしまうっていうのが、まあ、一番近道ではないかなと思います。でこの DDBJ パイプラインの使い方の説明をするっていうような講習も、ちょっと前に自分、させていただいて、その辺の資料であるとか、あとは統合 TV の資料であるとか、あとはまあ DDBJ の、ここの方々がこう大変よく作ってくださっているパイプラインのチュートリアルっていう資料もありますので、この辺を見ていただくと、このマッピングとかアセンブルとか、また大きい計算機が必要だっていうようなフェーズについては、まあ、そんなに難しくないかなと思います。で、まあ、これを見てもわからんっていう風になったら、もう最悪あの隣の棟の2階に行ってですね、わからんっていう風に言ったら教えてくれますんでそういう意味では皆さん大変恵まれてるんじゃないかなと思っています。で、まあ、隣の棟に歩いていけない人たちは、まあ、わざわざなんかこうわかんねえわかんねえって言って、こう業者さんがこうなんか持ってきて、すごい高いあのデータの解析のソフトウェアがあって、これを買わないとできないって言われたんですけど、そうなんですかって僕言われて、いや
いや、まあ、買ってもいいと思いますけどとか言いながらですね、あの こういうのもありますよ、え、ただでできるんですか、ただでできます、ただでできるんですか、ただでできますみたいな感じのやり取りを、2回ぐらいしましたで、まあそういうこともあってですね、まあそういう人たちにとってはやっぱりすごいこういわゆる福音的な、あの DDBJ の授業としては僕が一番最高にクールなんじゃないかなと思っているんですが、まあ、そういうものがありますので、このデータ処理のところは今回はそんなに触れません。分からなければ隣の棟に行ってください、もしくはここ、まあ、ここの資料も見ていただければ大体分かるのかなと思います。で、問題はその後なんですけれども、そのマッピングアセンブルをする、じゃあその、リードっていわゆるその新型シーケンサーから出てきた一本一本の配列がどこから出てきたかっていうのが分かったとか、じゃあそれをつなげたら一本のゲノムになりましたとかっていうふうになったら、じゃあその、リファレンスと当たったところにどこに変異があるのかとか、その何本リードが張り付いて、あの発現量としてどうなるのかとか、あとはその、あの張り付いた領域がどの遺伝子の上流にあるのかとか、そういうようなことを調べるで初めてそのバイオロジカルに意味のあるデータになるわけなんですが、その部分を、データ解析と呼んでいて、この部分をギャラクシーっていうソフトウェアを使ってやっていきます。で、ここに長々と書いてあるんですけれども、まあ、そのマッピングアセンブルっていう処理を行った後にそれぞれ目的に応じた、解析を行います。で、まあ、サンプル間の差を比べたりすることで、じゃあどこに差がありますよっていうような話をするんですが、そのシーケンサーに入れるデータはその何もその細胞をすりつぶして DNA を取ってきてそれをポンポンと掘り込むだけではなくて、その例えば DNA をこうターゲット領域を絞り込んだりとか、まあ、RNA を DNA にあの、まあコンプリメンタリーに変換して、それを、シーケンスするとか、あとはその DNA もあの何がしかのタンパクにくっついているものを抗体で釣ってきてその DNA だけ読むとか、そういういろんなことをやるわけです。なので、そのインプットの、シーケンサーに突っ込んだ DNA がどういうものなのかっていうことによってやっぱりその後の解析が変わってくるわけですね。で、なんですよってこうさらって言ってればよかったんですけど、その今そのインプットの DNA を入れるバリエーションみたいなのがものすごく増えていて、で大体みんなこんな俺はこんな面白いライブラリを作ってシーケンサーに突っ込んだぜみたいなことを言う人たちが論文でなんちゃらシークって新しく名前をつけるんですね。まあ有名なのは RNA シークとかチップシークとかですけど、なんかフェアシークだなんだなんだなんだとか、まあいろいろあってですね、今このイルミナさんが出してるここでこれ全部こう一つでなんちゃらシークなんですよ。こう細かくなってますけど、こんだけいっぱいあってですね、これ何個あるんだっけ、何個あるかもう数えるのも嫌になるのでやらないんですけど、こんぐらいたくさんあります。なのでまあ、なんとなくこう、まあ、論文で使われているこう、手法を真似してですねライブラリを作ってポンと放り込んで、であとは解析してよろしくっていうふうにやっても、そのどういうふうにやったのかっていうのを理解してないとやっぱりどういう解析をしたらいいかっていうのは分からないんですね。なのでこの部分を、把握するっていうのは結構大事なステップで、まあ、ひょっとするとその方がデータの解析の手順を、覚えるよりも難しいのかなというところもあります。でこの部分はもう本当にそれぞれどの手法を使うかっていうところに依存するので、それに関してはもうやっぱり論文を元の開発、手法を作った論文を読んでいただくとか、あとは本が出てますね、これを読んでいただくっていうのがいいのかなと思ってます。でこれはあの散々僕は各方面で宣伝をしていましてですね、ベストセラー1位とかってなんかこうなってて、こう著者の、ですね、二階堂さんっていう方がいるんですけれども、この人がなんかキャッキャ喜んでて、で宣伝すればするほど喜ぶんで、ちょっとあの恩を売る意味で宣伝をしています。でこの本結構ぶっといんですが、まあ、すごい、丁寧に書かれていて、で解析のところというよりはそのどういうふうにサンプルを作ったらどういうふうなシーケンスができるかっていうところと、まあ、どういうふうな原理でそういうリージョンのことが、ゲノムワイドに分かるかっていうのが丁寧に解説されているので、まあ、これはすごくおすすめです。でまあ、あとはですね、まあ、そういうことで分からなくなったときっていうのは人に聞くのが一番早いので、まあ、こういう NGS 現場の会とかっていうですね、まあ、最近ちょろちょろ名前を聞く会がありまして、でこういうところに、まあ、メーリングリストがあるのでそこで聞くとか、そういうことも、結構おすすめです。で、去年はなかったんですけれども、まあ、準備の都合でなかったんですが、第4回今年の7月にですね、4月の1日から3日に、筑波で行われます。で、あの一応この会の、企画にちょっと携わっていまして、最近はそういう話し合いとかもちょこちょこやってるんですが、まあ、参加登録の開始を2月中頃に予定してるんですが、まあ、すぐ埋まっちゃうかもしれない
というかすぐ埋まってほしいなと思ってやってるので早めに、何かまあどっかのメーリングリストとかで流れてくると思うんで、登録していただければと思います。でこれで長い前振りが終わりましてですね、やっとギャラクシーの話になっていくんですが、ここからちょこちょこギャラクシーの話をやるので、もし手元にコンピューターがある方は、僕が この URL ですとかここですっていうのを追っかけていただければと思います。でそんなにこうゆっくり間を持たせてできないので、もうめんどくさいという方はこっち見ていただいてても大丈夫です。で、ギャラクシーについて全然ご存じない方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。でギャラクシーっていうのはその今一つこう理解しづらいというかですね、こうダウンロードして使うソフトウェアでもないし、かといってこうブラストみたいにこうどこかに行ってやるだけのソフトウェアでもないしっていう感じで、いまいちよくわからないんですが、今日使うやり方が一番シンプルなので、まずはそれで試してみて、でその後、使えそうかなと思うと、もっといろんな使い方を試していただくというのがいいかなと思います。でも全然何言ってるか意味わかんないと思うんですけれども2つ使い方があります。で1つはパブリックギャラクシーサーバーっていう、そのいろんなこう機関がですね、ここ立ててるから使っていいよっていうサーバーがあるんですね。でそこの URL にアクセスすると、ギャラクシーのシステムが起動するの でそこでこう自分のデータをアップロードして使うと、そういうようなことができます。で日本だと DBC ですとか DDBJ とかピタゴラギャラクシープロジェクトっていうプロジェクトがあるんですが、これはギャラクシーの日本のユーザーコミュニティみたいなところなんですけれども、まあ、そういうところで、利用できるサーバーを公開しています。でまあ、それを一つ使うっていうのが一番簡単な方法で、ただそれだとこうある程度こう制限があったり使いにくかったりする部分があるので、もう一つは自分でギャラクシーをこう、起動する、自分の研究室のコンピューターにギャラクシーをインストールして、起動するっていう方法がありまして、でたくさんデータがあるとか、あのデータのアップロードに時間がかかるとか、 大規模にデータを解析するとかいうような、ケースだとこちらをお勧めしますが、今回は この方法についてはあんまり触れません。で早速じゃあちょっと見ていきたいんですけれども、今回はですね、我々が勝手に本家って言っている、パブリックサーバーを使います。で DBCS でここにホストしてるって言ってるんだから、それを使えようと思うんですけれども、そっちは何て言うんでしょう、あまりこうサーバーがパワフルではないので、みんなでアクセスすると落ちちゃうと思うので、あまりみっともないところを見せられないなと思いまして、今回はアメリカを攻撃しに行きますでこの usegalaxy.org っていうところをですねクリックしていただくと、こういうウェブページが出てくると思います。でなんか僕は一周回ってこのインターフェースがめちゃくちゃかっこよく見えてきたんですけれども、ちょっとモダンではない、いわゆるこう左と真ん中と右とに分かれている、ちょっと懐かしい感じのインターフェースです。で、ここにも書いてありますけど、まあ、左サイドバー、中央のブラウザ、右サイドバーというふうに3分割されてまして、でこちらの左が、まあ、基本的にこれが変わらなくて、この左が、インストールしてあるツールがこのジャンル別に分かれてます。で例えばこうゲットデータとかだと、このギャラクシーにどうやってデータを入れるかっていうのがあって、例えば、データをファイルをアップロードするものもあれば、モードエンコードだったり、そのマウスマインとかっていうサーバーだったり、イーストマインとか、こういうようなサーバーからデータをこのギャラクシーに入れるっていうことができます。で NGS の、新型シーケンサーのデータ解析って言ってるんですが、実はこれ別に Galaxy 自体は NGS のために作られたソフトウェアではなくて、ステップバイステップでそのデータを解析していくっていうものなので、例えばここにファスターのマニピュレーションとかがあってですね、そのファスターファイ配列をこうタブ配列に変換したりとかっていうのもありますし、ご存知の方も多いと思うんですが、エンボスっていう基本的な配列の解析のためのちっちゃいパッケージを集めたものがありますけれども、これで例えば、まあトランスクとかがあると思うんだけど、これとか例えば一番簡単なやつです。リバースイークっていう
あれがあって、これをファスタファイルを突っ込むと、逆配列を返してくれるというものすごくシンプルなちっちゃいツールです。例えばこういうようなものもたくさんあるので、今まで手元でこうちまちまいろんなソフトウェアとかなんかコード書いたりとかしてたのもこれで簡単にパッと済ませられることもあるので、時々事件中の暇な時とかにこういうのを見てみると楽しいかもしれません。でこちらの左にツールがあって、で今クリックしたら出てきたように、ここの真ん中に基本的にその操作をするためのシーケンスを選んだりオプションを選んだりとかするような、これ操作さとかですね、こういうのを選ぶようなところがあってですね、これを実行するとその実行した履歴がこっちの右側にこうどんどん積み重なっていくっていうようなデザインになってます。で、こちらの履歴の管理とかがですねできるっていうのが、ギャラクシーの一番大きな点で、いろんなツールが集まってるからこれをクリックしていくだけで、使えるっていうのもすごくいいんですが、ギャラクシーの一番素晴らしいところはここにヒストリーとその実行結果がどんどん履歴として溜まっていくので、途中でもう一回やり直すとか、あの時のあのデータの中身はどうなったんだとかっていうのが全部ここで、見られるんですね。でこれは後でちょっとずつ見ていくんですが、そういうような使い方をしていきます。で、もしこの中で実際に手を動かして今一緒にやりたいっていう方いらっしゃったら、この本家のギャラクシーのところにユーザーを作るっていうことをやらなきゃいけないので、右上のユーザーっていうところをクリックして、レジスターっていうのをクリックして、 E メールアドレスとパスワードと名前を入れると、E メールが届くの でそれに入ってるリンクをクリックするとアカウントが作れます。で、こんな感じで E メールを入れてこう適当に名前をつけてあげてっていう風にやると、レジスターができます。ただここに赤字で書いてあるんですけれども、2つ以上アカウントを作るとですね、ただでさえこうたくさんの人がこれを使ってるんですけども、自分でこういくつもいくつもアカウントを作るとこう怒られるというなんか昔のミクシーみたいな感じなんですけれどもそれはなぜかというと、データをこうそれぞれのユーザーごとにディスクの領域を確保しているので、あんまりユーザーが多いと彼らの負担が大きくなるからやめてくれというようなことになっています。でもし作ってみたいという方はここでちょこちょこ、やっていただくとサクッとメールが届くと思うんで、やりながらこうちょっと続きを聞いていただけたらと思うんですが、でこれを使ってじゃあやっていくんですけれども、じゃあまず何をするにもデータのインポートっていうようなことが必要なので、おっとこれはこちらのページと書いてある、失礼しました、これちょっと古いページなんですけど、これでも大丈夫です。でここのページをクリックするとドロップボックスのページに行きましてですね、ここに、ちっちゃいデータが置いてあります。でこれは、ごめんなさい、古い前の講習会のデータのリンクがそのまま残っちゃってるんですが、でもこのファストQっていうデータは一緒なので、これを使ってもらっても大丈夫です。でこのデモ .fastQ っていう、講習会用に用意したものすごく、リード数の少ないちっちゃいデータがあるので、こちらをダウンロードして使っていただくといいかなと思うんですが、リストの左上の先ほどのここのですね、ゲットデータというところがあります。ツールの一番上なのですぐ分かると思うんですが、ここをクリックするとアップロードファイルっていうのが出てくるので、これをクリックするとこういうのが出てきます。でこのローカルファイルを選ぶっていうのをクリックして、で適当にデモドットファーストQとかやると、ダウンロードしたやつがあればこれをクリックして、であとここでゲノムを選ぶっていうところがあるんで、ここで例えばこれはヒューマンの HG19 のデータなので、HG19 ですね、これを選んでスタートと押すと、こうやってギューンと読んでくると。今回はすごくちっちゃいデータなのでサクッとこう済んじゃいますけれども、基本的にはどんなデータも手元にあるものはこうやってアップロードするっていう感じになります。終わったかな？終わらない、いつも思うんですけど、なんで終わったのにこうやってぐるぐる回ってるんですかねなんかこうボスに仕事終わったのって言って、終わってます終わってますって言ってる人みたいだみたいなことをして、いいやそういうことで、こうそういうことでなんだ、ここにデータがアップロードされます。で、じゃあ資料に戻りますけれども、ここで、ゲノムを選んでデータをアップロードすると、でこういう感じでデータが出てきて、終わったかな。でここに、デモ.fastQ というデータができます。
でここ1000本シーケンスがありますとか、こういう基本的なデータが出てくるんですが、ここに目ん玉マークがありまして、この目ん玉マークを押すとこのデータの中身が見れるんですね。でこうやってあの先ほどやったようなこう1列目に ID、 2列目に配列もう1回あって、ここにクオリティというようなこういうのがこうバーッと出てくるような感じになってます。でこれで、データの読み込みが完了と。で、まあ読み込み完了しただけではどうしようもないので、じゃあこのデータを使って何かしましょうということになるんですけども、じゃあ今回ちょっと一番簡単なというかベーシックなやり方とし、いや、解析じゃない、まあ解析ですね、解析なんですけども、まずはシーケンスのクオリティを見ると。で先ほどそのこの4行目にここにクオリティがありますとか、こんなの目で一本一本見て、ああ大体良さそうだなとかいう人がいたら変態なので、これはもちろんちゃんとこう分かりやすいツールを使います。でこれが一番あのファスト QC っていうですね、このツールが僕大好きなんですけど、このツールが、一番、一般的に使われているもの でこのツールを使いたいと思うんですけど、ここから探すのは面倒なので、サーチツールズっていうところでファスト QC というものでやるとここ出てきます。QC リード QC リポーツっていうのが出るんで、これをクリックすると、さっき読み込んだこのdemo.fastq というのが最初からもう読み込まれているので、これをこれはコマンドラインのオプションは取れないので、これで実行と押してあげると、実行されました、ジョブが Q に入りましたって言って、ここにジョブ Q に入ってて、でこれは今 waiting to run っていう風になってます。でこれしばらくしたら実行されるんですが、これを待ってる間に資料に戻ります と、まあ、こうプロセスが右パネルの履歴のところに追加されて、で、まあ、しばらくすると、実行されます。で実行が完了したら、先ほどと同じように目ん玉ボタンをクリックすると、こういうファスト QC の結果っていうのが出てきます。ちょっと見てみましょう。あ、終わってますね。終わってると、ここの目ん玉ボタンをクリックするとこういうレポートっていうのが出てきて、まあ、だいたい良さそうだとかいうのが分かるわけです。まあ、これは1000本しか入ってないようなインチキデータなので、これで良かったからって別に喜んでもしょうがないんですけれども、こういうようなデータが本ちゃんのデータでもやることができると。でそれぞれのですね、サマリーの見方については、ドキュメントを見ていただくか、 Google で検索すると、多分僕が昔書いた日本語の解説記事とかが出てくるので、そちらを参考にしてみてください。で、まあ、基本的にはこうやってツールを選んで、真ん中の、ここのボタンで何がしかオプションを選んで、で右に履歴が溜まっていくっていうのを繰り返して解析をやっていくんですが、これをこういくつもいくつもあるサンプルとかデータのために毎回毎回ポチ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 やってると、もう溜まったもんじゃないので、今はそのデモを読み込んで QC を見ただけですけど、これがどんどん長いいくつもいくつもツールを積み重ねていくようなものになると、もう毎回やるのはたまらんので、これをワークフローにするとか、そういうことが当たり前ですけど、ギャラクシーではできます。で、まあ、履歴やワークフローの共有っていう風になってるんですが、このスタックしていった結果を、保存するとか、これを他の人に共有するとか、そういうようなことをやってみます。で、この右パネルにある歯車のアイコンをクリックするとかっていうのがありますけれども、これはどこのことを言ってるかというと、ここですね、ここに、これすみません、僕のカーソルでかすぎてちょっとここのが見えないんですけど、隠れちゃって、ヒストリーオプションズって書いてあります。でこれをクリックすると、ここにいくつか出てきて、で、まあ、ヒストリー性と保存された履歴を見るとか、新しいのを作るとかいうのがあるんですけども、これをじゃあ、シェアオアパブリッシュっていうボタンをクリックすると、この今データを読み込んでファスト QC をかけたこの結果というのを、履歴を、他のユーザーと共有したりできます。で今回は、それをやらないで、このたった2個をつなげただけですけど、これをワークフローとして作るっていうことをちょっとやってみようかなと思います。でこれどうするかというと、簡単で、このエクストラクトワークフローズっていうのをクリックしてもらうと、こういうのが出てきます。で、アップロードファイルっていうのは、ワークフローには入らないって言って、その最初のインプットファイルを取るっていうところになっちゃうので、この2つ目のファスト QC をやるっていう、この2つの、ワークフローができますよというふうに出てくるので、じゃあ、まあ、名前を適当につけてですね、このワークフローを作るというふうにすると、作られましたと。で、ですね、まあ、この、まあ、じゃあこれ作ったワークフローはどうやって実行するのかっていいますと、この画面上部にワークフローというこのパネルがあるので、ここをクリックすると、見に行きます。でここをですね、
この一番上にあるこのワークフローっていうのをクリックすると自分の作ったものがあります。ここにスーパークールワークフローとかですね、マイエクセレントワークフローとか、なんかすごい適当な名前のがいっぱいあるんですけど、まあこれをここをクリックすると、これを編集する、起動する、まあ、シェアする、ダウンロードする、コピーする、名前を変更する、名前は変えません、消すとか、なんかそういうのがいっぱいあるんで、じゃあこれをランっていうふうにクリックするとワークフローが読み込まれて、この真ん中にこういうさっき実行したのと同じあれが出てきます。でここで例えばこのデモ .fastql しか今データないんですけど、これ別のデータにしてあげると同じのが読み、できるのと、基本的にはそういうような感じになります。簡単でしょう。もうポチ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 やってればなんかこんなのができるんで、あとはどういうワークフローを作るかっていうところに集中できるので、別にそのコマンドを叩いたりとか一切やらなくて大丈夫です。で、まあ、こうやってワークフローを作って実行できる、それさっき共有できるみたいなのがあったんですけど、共有するっていう時は基本的には例えば共同研究者に同じサーバーでユーザーを作ってもらって、この結果で出たからこっちで見てくれって言って渡したりとかっていうことに使うんですが、やっぱり世の中はいい人ばっかりなので、俺の作ったワークフローみんな使っていいよって言ってこうパブリッシュするっていう人がいるんですね。でそのパブリッシュしたで、ワークフローがもし運よく見つかれば、それを最初に使えばもう何も自分ではやらなくていいというような状況になります。ということで、僕なんか自分でポチポチやるのがめんどくさいので、人の作った、ワークフローをインポートするっていうので、こうお茶を濁すわけです。で、それはどうやってやるかというとですね、このさっきワークフローっていうところをクリックしましたけど、その横にシェアードデータっていうところがあって、ここにパブリッシュドワークフローっていうのがあります。こっちのところでいくと、この一番上の3つ目のシェアードデータっていうところのここですね、パブリッシュドワークフローズっていうのがあって、これをクリックすると、全世界のですね、この usegalaxy.org っていう、パブリックギャラクシーサーバーを使っている、全員の人がワークフローをどん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 、俺が作ったワークフローを使っていいよっていう人たちがこういっぱい、ここに出してくれてるわけですね。まあなんかいろんな名前があります。でコミュニティレーティングっていう食べログみたいなシステムがありましてでここに星がつけられるんですね。で0か5かみたいなオールアナシングな感じなのであんまり参考にならないんですけど、こういうようなシステムがあります。でこれを、まあ、このレーティングを見ながらというのは多分ないと思うんですけども、ここのなんかそれっぽいなと思うのを見て、中身を見たりとかするような感じになるんですが、今回はですね、まあ、先ほど使ったのが人のがん、細胞のエクソームのそのエクソン領域だけをシーケンスしたデータなんですけれども、それを解析するエクソームの要はゲノムのどころにバリアントが多形があるかというようなものをチェックするようなワークフローを動かそうと思います。いわゆるまあエクソームシーケンシングのアナリシスというようなやつですけれども、なのでここでエクソームって入れてみたら何か出るかなと思ったですね、案の定一つだけ出てきます。でこれをじゃあどうするかというと、ここをクリックするとその詳細が出てきます。でこういう左側にどういう、まず最初にインプットデータセットがあって、BWA っていうソフトでマッピングをして、でサムオーバムに変えてどうの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 っていうのがあります。でここに右側に作った人のこう名前とこう顔も出てきて、まあ、レーティングはまあないみたいなんですけど、これをこの前ですね、顔の見える生産者だとか言ったらなんかちょっと受けたんですけど顔の見えるも何も何のことはない、この人ギャラクシーの中の人なんですけどね中の人がこう自分の作ったのを使っていいよっていうふうにこうやって出してるっていうことなんですけれども、まあこういうふうに中身をクリックすると、こういうまあ表示が出てきます。でこの右上に緑のプラスボタンがあって、これインポートワークフローっていうふうに出てるんですが、これをクリックすると、自分のものとしてインポートすることができます。でこの Start using this workflow っていうリンクをクリックすると、ここにさっき、作ったワークフローと一緒にインポーティットっていうエクソームアナリシスっていうのが出てきます。で資料に戻りますと、まあ、次に、まあ、ただこうインポートしたワークフローをそのまま使ってもいいんですけど、まあ、ワークフローを編集することもできます。でさっき
たくさん、計算の処理が重いようなデータはその DDBJ のあれを使ったらいいですよっていうふうに言ってましたけれども、その DDBJ の、ワークフローを使った後にですね、DDBJ でも Galaxy があるのでそちらでもそのまま使っていただいていいんですけれども、じゃあその DDBJ の結果とか、まあ、もしくは例えば受託でシーケンスしてそのファイルだけ返ってきたっていうようなものをじゃあこれを使って解析をしたいっていうふうになると、ワークフローのこの部分から始めたいよね、ここはもう終わってるんだよねとかいうことがよくあります。で、まあ、今回のですねこのエクソムアナリシスっていうのをこの、ビューで見てあげると、最初にデータセットをインプットしてこの BWA っていうのでマッピングをするっていう風な、ステップが入ってます。ただ今回はですね、サムファイルっていうそのマッピングした後に出てくるファイルを、こちらで用意しているのでこのステップはもういらないよということで、このワークフローを編集してみようと思います。で、まあ、編集どうするかというとですね、さっきのワークフローの、ページに戻りまして、でこのページでこのエディットっていうのを押すと何やらかっちょいいこういうワークフローの図が出てきます。でこれはまあもう見て分かる通りこうそのツールのつながりをなんでこういうおしゃれな形にしてるか分かんないんですけど、こういうふうに、ワークフローとして、つなげてビジュアルでこれを編集するっていうことにができるようになっています。で、ここでですね先ほど言ったようにその BWA というこのここですね、この Map with BWA for Illumina っていうものをこれいらないので消しちゃいます。よいしょ、消えました。こっちの資料でも消えてます。で、よいしょ、あれ、ですね、おっと、すいません、このデータのありかが書いてないのであれなんですが、今回そのdemo.sum っていうさっきの、ファスト Q ファイルとは別の、データをデモとして用意しているのでそれを使おうと思うんですが、今のこのワークフローはインプットが2つあって、それはなぜかというとそのシーケンスがそのペアードエンド、そのシーケンサーがその、塩基配列断片の両端を読むっていうオプションで、実行されているので出てくるファイルが2つあるからここ2つ口があるんですけども、今用意しているのはその1つだけ、その2つをマージして1つにしたこの部分なのでインプットデータセット2ついらないのでこれの2つのうちの1つを消してここにつなぐっていうことをやります。なのでこれ1個いらないのでポチッと消してしまって、でこれをじゃあどうやってつなぐかというとここを引っ掴んでここを押すと緑色になるんでこれをパッと離すとこれで OK で、これをこの右上の歯車のところでセーブっていうふうにするとワークフローが保存されます。で、でこの、ワークフローをランっていうふうにすると先ほどと同じように、編集されたこのワークフローがいきなり最初はインプットデータセットがあってその次はマッピングっていうところが消えてここはサムトゥーバムっていうようなところから始まるようになっています。で、こういう感じで簡単に、ワークフロー必要なところ必要ないところっていうのを編集して、こういうふうに作っていって自分の好きなように作り変えた上で実行するっていうことをできます。でじゃあこの今編集したワークフローを実行してみようと思うんですが、ここで、一番上のところに戻っていただくとですね、ここに demo.sum っていうファイルが置いてありまして、これをクリックすると、こういうところになってこの生データビューローっていうところがあるんでこれをリンク先をダウンロードっていうふうにするとこの demo.sum っていうファイルが、ダウンロードができると思うので、もし手元でやってる方は、まあ後でやってみてもいいと思うんですけど、ダウンロードしてみてください。で、戻りまして、よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、さっきインポートしたワークフローを見ましたんで、その次にじゃあこの部分をやっていくんですが、今回ですねこの部分ですけれども、
このさっき編集したワークフローに、ここ一番上にワークフローパラメーターズっていうのがあって、ここバレルフリーケンシーズ と、サンプルネームっていうのがあります。でこれはいきなりこんなの入れろって言われても分かんないので、こう何やと思うと、ここをですね、あの色がついて、でこの色とこの色が対応しているので、ここの、ツールで使うようなパラメーターだよっていうようなのを、ここで入れるということです。でこっちのアレルフリーケンシーズっていうのは一番下の方にあって、ここに、まあ、このミニマムアレルフリーケンシーズなんですけれども、ここに使いますっていうようなのが書いてあります。で、まあ、ここでそんなに時間もないので、またインチキをして、あの電子レンジを開けたら完成品がありましたっていうのをやるんですけれども、ここで、あの 今のもう一回やってみてもいいかな、大丈夫。今この View All Histories っていうのをクリックして、自分が昔やった履歴を呼び出してきたんですけれども、これは今日僕があのやったばかりのできたとほやほやのデータ解析で、これの結果が終わった後になります。でちょっと詳しい解説をすると、このアレルフリーケンシーズっていうところには何を入れるかっていうと、あのこのワークフローの中でですね、アノテーションっていうパートがあって、まあ、ANOVA っていうソフトウェアを使うんですが、そこで、竹をフィルタリングする機能があります。で、あまりにコモンな竹だと、それはもう例えば疾患の原因を探そうとしている時とかだとターゲットではないだろうということで、それを除いちゃうんですね。でその時の、ボーダーを決めるのがこのアレルフリーケンシーズのところに入れる数字になって、例えば5って入れると 5% 以上、その例えば、DB スニップとか、千人ゲノムとか、まあ、詳しくはここにご覧くださいって書いてある、こちらに書いてあるんで、そちらをお読みいただいたらいいと思うんですけど、5% 以上そのデータベースで見つかるコモンなバリアントは全部除くというようなことをして、絞り込みっていうことをやります。で、絞り込みをやったら、この一番下にワークフローをランするっていうボタンがあるんで、これをクリックするとこういうページになって、でこれが完了するとこちらになります。で、これもたくさんちょっと時間がかかるんですけど、まあ、たくさんあって、でこれ一個一個例えば、見てみると、ここにそれぞれの、結果が出てきます。で、一番最後のじゃあこのアノーバーのところを見てみると、メタマボタンを押してみると、こういう一個だけあのコモンじゃないバリアントが見つかりましたっていうような結果が出てきました。まあ、普通一個しか出てこないというのは、まあ、ほとんどありえないんですけど、まあ、こうやってワークフローやるだけで、今回はサンプルデータなんでこれ自体に全然意味はないんですが、基本的にポチ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 やっていくだけで、このサンプルのおそらく、まあ、なんていうんでしょう、まあ、原因遺伝子の候補としてこれが出てきますよっていうのが、ここに出てくると。でじゃあこれをサンプル間で比較するとか、いくつかのサンプル組み合わせてまた絞り込むとか、そういうようなことをやって、まあ、フェノタイプと遺伝子の多形をつなげていくっていうような、それが、まあ、今回の多形解析の例でいうと基本的な流れになります。で、以上で、ですね、ギャラクシーのこう基本的な使い方になります。でだいぶ駆け足でやったんですけど、まあ、基本的にその本当に僕はですね、ここでポチ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 あのダラダラ喋りながらポチポチやってただけでここまでできちゃってるぐらいなので、そんなに本当に難しいことはなくて、で何がその操作は難しくないんですけど、何が肝かというと、こう今回は何も考えないでその公開されているワークフローをそのまま使っちゃったんですけども、実際にはこれのツールのそれぞれが、どういうことをしているのかっていうのを、まあ、理解して、何かこう結果が出た時に自分の思う通りだった思う通りでなかったっていう時に、じゃあ何が原因なのかっていうのを探しに行くっていうのがちょっと、まあ、難しいところになります。ただこれも基本的にはその、まあ、今だと例えばさっきの本もそうですし、いろんな書籍とか、あとはまあこのツールの、ドキュメントとかがあるので、そういうようなところを読んで、見ていただければ、それかもしくはまあ周り の, あの知ってそうな人に声をかけるとか、メーリングリストで聞いてみるとか、そういうようなことをして、やっていくと、まあ、案外こう思っているよりもデータの解析って難しくないというふうな感じがするんじゃないかなと思います。で、基本的には今ので終わりなんですが、まあ、今日なんか中上級者向けとかっていうふうな
書き方をされてたんで、マニアックな話っていうのをなんかこう打足的に入れてみたんですけれども、あのこの usegalaxy.org、 僕らが本家ギャラクシーって言ってるこのサーバーなんですけど、もう世界中の人たちが使っていて、ものすごい大量のユーザーがいて、ものすごい大量にデータが毎日アップロードされていて大変らしいんですが、じゃあそれをどうやってこうホストしてるかというと、こう遺伝系のスパコンみたいな大きいデータセンターを1個使って、その上にギャラクシーを載せているのかなと思うとですね、もうちょっと変なことをしていて、でこれの発表が去年のですね、バイオロジカルデータサイエンスっていうコールドスプリングハーバーであった、なんかバイオロジカルデータサイエンスでは初の学会とかって言ってました、ボノさんが行かれたんですけれども、これで発表があって、なんかまあ、もういかにもこういうなんかオタクっぽいアメリカ人の好きそうなんですね、これはなんだろう、よくないのかな、まあ、僕こういうの大好きなんですけど、こういうようなスライドでですね、やん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 話をしていて、でこう聞くとですね、ギャラクシーのサーバーに投げられたものが、溢れるとこうアメリカのこう横断してこうつないだ別のデータセンターに飛んでいって、でそっちで計算されて結果が戻ってくるとか、そういうようなこう、例えば遺伝犬のスパコンと例えるなら、イカ犬のスパコンをつないで遺伝犬が溢れたらイカ犬に飛んでいくとか、そういうような、仕組みを作っているそうです。で、まあ、そういうなんて言うんでしょう、まあ、へんてこなことというかですね、もう一つ大きいスパコンを作れば OK とか、そういうような時代は終わってしまっただなと。ゲノムの時代だから、こういういろんなところのリソースセンターが協力をしてやらないと全然サービスもままならん時代なのだと、こう感慨深いというか悲しいというかですね、そういうような感じになる話です。でもっとマニアックな話がありましてですね、これはもう全然マニアックすぎてあれなんですけど、ドッカーってご存知の方いらっしゃいますか？いらっしゃらない。ですね、まあ、じゃあ別にしなくてもいい話なんですけど、これね、ですね、ドッカーっていう、多分3年ぐらいすると皆さん普通に使うようになる技術なんですけれども、言っちゃっていいのかな、これはどういうものかっていうと、今までこうインストールの手順って言って長い説明書を見ながら、こういろんなコマンドを叩いてインストールをしたりとかっていう風にしていたことを全くしなくてよくなるっていう話 でこのギャラクシーっていうのをインストールするのは結構大変で、セットアップも大変だったんですけれども、それをこのコマンドを一発打ち込んでやれば、解決するっていう、すごい未来感のある最高な技術でですね、僕は最近これをよく使っていろいろ研究開発をやってるんですが、もしこの Docker とかなんとかっていうのでできるらしいよみたいな話を聞くと、そういうのが Galaxy にもあるっていうのを思い出していただければと思います。ちょうど50分になったんですが、最後にですね、途中で1回だけ名前が出てきたんですが、ピタゴラギャラクシーというプロジェクトの紹介をして終わろうと思います。でこの可愛い名前なんですけれども、ピタゴラでもスカ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 つながっていくからからピロリーンだろうと思って、こういう名前に僕がしたんですけれども、まあ、これは何かというと、そのギャラクシーって使ってるとそれで終わっちゃうので、あんまり自分のラボで使ってるノウハウっていうのが外にあんまり出ていかないんですね。そのさっきみたいにワークフローをシェアするっていう機能はあるんだけれども、例えばそのシーケンサーをたくさん持ってる東大の研究室がどういうワークフローを使ってるのかとか、そういうのはやっぱり出てこないので、そういうものをみんなで持ち寄って、それを最初からインストールしてあるギャラクシーをみんなにこうすぐ使えるように配ろうっていうような、プロジェクトをやってます。でこれもまたオールドクラシックの可愛いウェブサイトだと、僕もこれ大好きなんですけど、こういうウェブサイトでやってまして、で毎月、ギャラクシーのユーザーが東京でやってるんですけども、集まって、カンファレンスというかですね、普段どういうワークフローを使ってるか、RNA シーケンスのワークフローだったらどうだとか、それをインストール一緒にしてみるとか、そういうような手を動かす、ハンズオンみたいなワークショップをやってます。でもし興味のある方がいらっしゃればと思ってご紹介しました。はい、以上です。お疲れ様でした。